こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。面白そうなゲーム見つけたのでやっていきたいと思います。ケーブオブワンダーズ、どういう意味だかわかんないけど、スタート。どういう感じで進んでいく。お、あ、なるほどね。矢印キーで右左上でこうジャンプするみたいですね。お、あー、ゴーズオーバーソード、 A to attack、 A で攻撃か。あー、なるほど。あー、なるほど、なるほど、なるほど。で、これで進んでいくようなアクションゲームみたい。 J×2、 何、ジャックポット的な。アップホワイルホーザーオエクストラブースト、なんか分かんない、分かんない。あ、なんか蛍光色の薬を飲んでる。な、ルイス、ワーニング、ドゥーノットタップオングラスだって。なんだ、あ、さっきの薬飲んでた人がいるじゃん。あ、なるほどね。これを壊していけばいいのかな。これもう右に進めないから。お、あ、なんか回転攻撃になる。あ、二段ジャンプできる。あ、すごい。勝手にノックバックする。あ、二段ジャンプ中は無敵なのかな、これ。おうおうおう、よしよしよし。あ、なんか奥の、なんか割れてる。マザー2のラスボスみたいな感じになってるぞ、これ。え？あー、ごめん。なんか知らないけど、壊しちゃった。なになに？あーなるほど、引きこもりだったのか、これ。引きこもりが怒ってたんだな。あー、すごいすごいすごい、目が光ってる。ブロリーみたいになって、痛い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 。お？お？あ、チャンス？えい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 、うわーなんじゃそりゃ。あ、攻撃パターン、そういうことか。そういうことか。うわーってなって、次は、わーって体当たりしてくる感じに。オッケーオッケーオッケー。この、下段攻撃が厄介。あ、やばい、来る。ほ。ほ。ほ。え、これ厄介だな、こいつ。あ、やばいやばいやばい、くる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 。あ、あ、やばい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 、ビシバシ食らってる。おら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 、やった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 。やってないのか、黄色ゲー。あ、あ、壁はめじゃん、これじゃ。あ、やっつけたやっつけたやっつけた。よし、裸になった。おむつかよ。これ多分上でこうバシバシ二段ジャンプしたら効かないんじゃないかな。何それ。あー、な、痛い。それ食らうんだ。怖っ、これ。いった。なにそれ、強っ。あ、あ、あ、生き返った生き返った。ほら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 、このうちにやっつけるか。あー、でもこれ厄介だな。これ二段ジャンプ中、あ、食らうか、二段ジャンプ中でも止まって、こいつが笑い出した時がチャンスかな。で、無限モードになったら逃げる。え、なんか雨痛い。あ、引きこもり強い、引きこもり強いよ、これ。なんかパンイチになって笑ってるし、お前ただの変態だぞ。痛い。なんで雨が出てくるの。なんでほぼ裸な引きこもりから雨が出てくるの。これで倒した。でも赤ゲージがあるのか、じゃあもしかして。UFO になった。体ちっちゃくなったし、わけわかんない。痛え。わけわかんねえよ。なにこれ。あ、壊せる。あ、これ壊さない方がいいのかな。これに登るのかな。あ、そうっぽいな。このミサイルは、あ、ミサイル壊せない。うおー、あー、そういうことね。こういうことか、こういうことか。わかったわかったわかった、なるほど。いって、ミサイル凶悪だな、これ。いった。これ二段ジャンプで一回攻撃が当たれば結構いい感じにいける。いや、でも削りきれないぞ、これ。ミサイルの誘導がうざい。これ一回上に登れば結構、危ない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 。おい、爆発させられちゃうんだな、これ。よいしょ。こっちにミサイル誘導しといて、ミサイルの誘導が遅いよ。ほ、おっしゃ、おし、危ない危ない危ない、爆発する。うー、あ、でも結構溜まってきて。ミサイル厄介、これ。ほい。痛い！あ、復活して、復活して、復活して。よし、よし、よし。一応、コンティニューがあるみたい。残機残り、あ、残機残り、左上にゼロって書いてあるけど、それが残機なのかな。いや、いやー、これチャンス結構浮いて、結構あるのに。あ、痛い！結構あるのに、そこに。よいしょ。やっぱりね、矢印が、やりづらい。ほ、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 オッケー。これは勝ったかな。ここであと二段ジャンプしてればいい。あ、あと一撃でしょ。ダッシュ。あー、壊される。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫。よし、勝った。これで勝った。オッケー。強いよ、引きこもり。
黒焦げになった。なんか悪いことしたな。なんか悪いことした。I am 何？アンダーンって何？やりきったみたいな意味なの？違うなこれ。ザ・トラドルドルゲスブレブレブです。エトミー。何？あ、リモコン押した。ゴー。はい、ゴー。え？え？待て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 、わけわかんない。そらわけわからんぜよ。え？これでクリアなの？何？ A でスキップ、いや、スキップしない。あ、助かった。助かったけど、主人公死んで、主人公死んでるけど、あの黒焦げのニートは、黒焦げニートは助かったんだな。わけわからん。わけわかんないよ、このゲーム。なんじゃそりゃ。じゃあ続いてのゲームいきたいと思います。カット。では続いてのゲーム、デッドドランクやっていきたいと思います。死の酔っ払いみたいな意味なのかな。なんか酔っ払いを操作していくゲームっぽい、読めないんでスキップ。お、あー、酔っ払い、なるほど。右左にやるけど、なんか惰性があってこれは操作しにくい。ジャンプはするのか、これ。ジャンプ、ジャンプスペースって書いてある。おお、なるほど。いった、嘘、それだけで流血すんの。とりあえず左がこれエレベーターっぽいから、エレベーター乗るか。壁に触っただけでとか、どういうことこれ。よっ、嘘でしょ、嘘でしょ、理不尽だよこれ。あ、開いた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 、乗った乗った乗った。あ、そういうことか、そういうことか。分かってきた分かってきた。これを家に返すのが目的なんだって。家に返せばいいらしい、この人を。すごい千鳥足だね、この。お前、ダメージ受けるな。よし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 。で、ここ、チェックポイント来た。階段危ない。階段、ゆっくりゆっくり、階段、ゆっくり、階段、ゆっくりゆっくりゆっくり。お、ノーダメージ来た、ノーダメージ来た。オッケーオッケーオッケー。この挙動よ。ドントハーリー、急ぐなってことか。ゆっくりゆっくりゆっくり、危ない危ない危ない。おー、あー、痛い。で、だから瓶を取ると回復するらしい。飲め。瓶、ぼ、あ、飲んだ。あー、回復した、回復した。さすが、お酒飲むと回復するんだ。これは多分一撃死だろうな、これ。着地してもダメージ食らうってどういうこと？ちょっと待っ！理不尽にも程があるわさ。え、まだ生きてる？なんかビクンビクンしてる。え、生きてる。あ、生きてた。あ、すごい。瀕死だけど生きてた。ここはじゃあ、あれか。チェックポイントいた。じゃーんと、着地！あ、生きてる？生きてるっぽい。これ HP ゲージ意味あるのか？これ生きてる。え、これで生きてるんだったら HP ゲージ意味あるのか？これ。なんだこれ。どういうことだろう。体力がゼロになってもしばらくすると復帰するそうです。じゃあ体力ゲージの意味ないんじゃねえのか。さすがやっぱりこれダメージには敏感、じゃ敏感じゃねえ、鈍感ってことか。あ、飲んで飲んで元気になって。なんかその体力ゲージ気にしなくてもいいのか。一応瓶は進む。え、でも家に近づいてきてるんじゃない、なんかどこが家だか知らないけど。お酒飲んでる。この今日この今日どうよ。なんだこれ。車乗れんのかな。いてててて、めちゃくちゃ車の耳に当たってるし、サイドミラーにめちゃ、あ、しばらくすると回復する。この死んだ後のビクンビクンがやばいってこれ。動け動け、おい動け。これ何、これ何、バカゲーこれ。何これ。え、でも壁はめじゃんこれ、壁はめ。復活よ、復活しないわこの段差だったら。あ、あ、おお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 お、徐々に行こう、徐々に行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、いいよ、ゆっくりでいいよ。あははは、起き上がるとそこにはまるってかわいそう。左押してればいいか、左、左、よし、よし、出てきた。ギリギリ当たるのか、ギリギリ当たるのか、復活するために。これ5分くらいやってるけど、何か得したことあるかなこれ。はい、続いてのゲームです。リトルモスキートだから、ちっちゃい蚊って意味かな。プレイゲームやっていこう。お、何これ。プレイしていく。お、お、な、ビーチ。多分ね、あの、カーみたいなゲームだと思う。あ、やっぱそうだ。サーチスキンオブトゥーバイト。肌を見つけて亀ってことですね。この銀貨はコインなんだ。オッケー。で、上のゲージが体力ゲージらしくて、この体力ゲージがなくなると死んじゃうみたいですね。それまでに左上の血のゲージをいっぱい取るといい。あ、水に触るとダメージ食らうのか。危ない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 。そういうことか。あ、結構壁に、あ、いた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 。ビーチでって言うと、やっぱ、あ、お姉さん、うわ、ケツ。お姉さんのケツ、足。で、スペース連打。うわー、手が、そしたら、逃げると。逃げればいいみたい。こうしたら、スペース連打で、手が来たら上に逃げると。赤く腫れたところはもう吸えませんよっていうことらしくて、次、おでこ狙って、スペース連打で、あ、これ手こなそう。手来る前に逃げる。血いっぱいになったよ。あ、時間なのか。やばいやばいやばい。吸った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 。血がいっぱいになった。血がいっぱいになったら OK でしょ。
あ、体が重くなってる。元気がないのか。 You full blood return to home。 で、これで血がいっぱいになったらホームまで戻ればいい。あー、そういうことね。レベルクリア、一応クリアしたみたい。そんな感じか。 OKOKOK。 じゃあ次行こう。あ、テント、ここがホームなのか。ここまで帰ってくればいいと。何、おじさんの血か。やっぱ若い女の人の方が美味しそうだけどな、血は。あ、うそ、おじさん結構感づくの早い。おら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 、血がもう吸えなくなってんのか。うわー、なんでそんな胸毛がいっぱいなところ。吸いたくもねえよ、こっちとしても吸いたくねえよ、そこは。やめて。え、まだ吸えるの。ここも痛い。早くね。あ、もう吸えなくなってるし。どこ次は。え、次どこ。ん、いて、いてててて、次どこだ。え、吸う場所ないじゃん。え、どこだ次吸う場所。他にもう一人いるのか、人が。え、あ、なんだ。ライトホールド、アタック&キルユー。あ、キルユー、うー、殺虫灯か。その手があったか。そしたらこの殺虫灯に気をつけるんだね。あぶね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 。吸い込まれる、うー、吸い込まれる、ここ吸い込まれる、殺虫灯に。え、なんか鳥がいる。うわ、あ、なに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 、なに、なに、なに持ってんの。ほ、よっしゃ、来たー。ゾンビー逃げる、ゾンビ逃げる、ゾンビー逃げる。後頭部、ゾンビの後頭部もいただきます。銀貨集めなくていいや。いただく、いただく。あ、いけるいけるいける、これいけるいけるいける、いけた、いけたいけたいけた。集まった、ブラッド集まった。あとは死なずに戻ればいいだけだね。これ上通っていけないか。いや、ちょっと銀貨も取って。ちょ、これさ、なんか死んだけど殺虫灯に引き寄せられる、すごい怖い。よっしゃ、オッケー。で、ここに戻ればいいんだ。はい、戻った。オッケー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 。なるほどね、クリアで、プレイ。あ、これはね、わかる。なんか理不尽じゃない、そんなに。このゲームはマクドナルドがあるよ。どうする。ちょっと待って。いや、吸うけど何があったか、何があったか知りたい。どこから手出た、今どこから手出た、何があったんだ、ここマックで何があったの。ケツ、これ何、皮膚が出てるっていうことはケツだよね。何、裸にマックの店員さん制服着てるっていうのが意味が分かんない。あ、これ煙危ない。どういう状態になってるんだこれ。あ、銀貨、銀貨取るのちょっと難しいけど。ん、どうなってんの、この上は何が起きてるの。タチションしてんのか、きったねえな。マック潰れるわ、そんなんだったら。スースースー。で、この人の後は後頭部か、首筋。やべ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 。このうなじを吸えばいいのね。いいよ。話変わるけど、あの着物着てる女の人のうなじ出てる瞬間ってちょっと見ちゃうよね。どうでもいいね。で、あともう、あ、いたいたいた。あ、そこでタッチションすんのやめろと怒ってんのか、男か女かわかんないけど。で、ここを吸って逃げて、肘か、肘吸ってマックスになるか。逃げて、肘吸って逃げて、オッケー。よし、これで、ちょっと待って、これで戻ればいいのかな。オッケークリア。はい、クリアしたよ。オッケー。これなんか続きが気になるな、このゲーム。すごいステージ構成がすごい。何これ、この絵で見るとケツなのか頭なのかわかんないな。顎か。全然血が吸えない、さすがレベル4。全然血が吸えないよ。急がないと。あー、赤ちゃん、ごめんね赤ちゃん、顔色悪いよ、顔色悪いよ、赤ちゃん顔色悪い。でも吸う、ごめんね赤ちゃん、吸う。あれ、吸えない。赤ちゃんからはかわいそうだから血は吸わないであげよう。また後頭部、後頭部好きだな、この蚊。血管のなんか青筋立ってるから、あれか、これ、いっぱい血が、血圧溜まってるね。あ、全然吸えない。いた、おでこ。ここはやっぱ飲み屋さんなんだな。もうちょっとで半分いきそう、もうちょっとで半分いきそう。あ、ダメだ、吸えない。ん、どこだ、手が義手なの。これは誰か手叩く手なくね、寝てるから。どこから手が出た、誰の手なんだよそれは。誰の手なんだよ。っていうか、この格好がすごいことになって、軟体生物みたいな格好してるな。大丈夫かこのおっちゃん。
すごい、なんていうの、世紀末な店だなこれ。あ、吸うところがなくね、もう。もう右には行けないし。この人からは吸えなくな、あった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 。これなんて言うんだっけ、ここ。ふくらはぎ？よいしょ。ふくらはぎ一発でクリア。あった。あったあった。バーのお姉ちゃんの、これもふくらはぎなのかな？よいしょ。ここで進むかな、全部。あ、進まないか。これで全部かと思ったけど、この上は？あ、もう赤ちゃんから吸うしかないのか。じゃあ、ショーン、赤ちゃんからちょっとだけ血をいただこう。赤ちゃん、ごめんね。ちょっとだけ。ういえい。赤ちゃん、血が足りない。どこ？え、どこだ？あと一箇所？あー、うわー、吸いたくねえよ、ここ。吸いたくねえよ、これ、血の圧力で。挟まっちゃうんじゃねえの、血の圧力で。そういう意味での血圧かもしれない。やかましいね。さあ、終わった。クリアした。これでクリア。クリアした。コングラチュレーション。439点だったそうです。たまにはこんなフラッシュゲームで、時間を潰してみるのも面白いかと思います。今回やった3つのゲーム全部フラッシュゲームでタダでプレイできるので、皆さんもよければやってみてください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画の続きが見たい方はこちら。そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。